どうも、おつか歴史、歴史くんでございます。3月29日、クイズ、今日の歴史。本日は山中城の戦いが起きた日でございます。いや、山中城、いいお城ですよね。小田原城を本拠地にした北条家の市場の一個ですね。かなり交通の要衝でして、東に箱根の関があって、お城の内部には東海道が通ってますからね。で、景色も良くて、北に富士山が見られるんですよね。そんな山中城での激戦が起きたのは、秀吉の小田原攻めの時ですね。秀吉軍は小田原城の北条家を討つために関東一円にあった北条家のお城をかっこ撃破していくんですよね。中でも一番の激戦となったのがこの山中城ですね。山中城にこもった兵は約4000、それに対して豊臣軍は約7万というふうに言われております。かなり数に差がありますね。で、山中城は誰が守ってたかというと、北条一族の北条氏勝さん、これは北条家の中でも人気の高い北条綱重っていう武将がいるんですけど、黄色い旗を使っててね、次期8万っていうね、8万って書かれてたんで、で、めちゃめちゃ強かったんですよ。で、口癖が、勝った勝ったって、特に勝ってないのに、めちゃめちゃ強いんですよ。信長の野望でも能力めっちゃ高い。その人のお孫さんに当たるお方ですね。で、他には間宮泰利さんでしょ。あとは松田康長さんとかね、北条家の一族と重臣がお城にこもってますね。それに対して秀吉軍は誰がいたかというと、あ、徳川家康さんがいますね。あとは姫路城をね、大改築して今の姿にした池田輝政さんもいますね。あと秀吉の甥で、この後関白を継ぐことになる豊臣秀次さんもいますね。あとは大河の主人公だった光明月次、山内勝豊、あとは松江城を作ることになる堀尾義治さん、あとはちょっとマイナーだけど中村和氏さんね。これが意外と重要で、なぜかというとね、この山中城の戦いは当時参加した人の記録が残ってんですよ。渡辺悟って方が中村和氏の配下で参戦してて、めちゃめちゃ猛将なんですけども、渡辺官兵衛という名前でもおなじみですね。まあ、結構トラブルメーカーで何でも先駆けで行っちゃってね、一番乗りを目指しまくって軍法ルールを守んないのでトラブルメーカーな方ではあるんですけども、大阪の陣の時藤堂家の家臣だったんですけど、またこれもルール守らず戦いまくってだから藤堂高虎に怒られて、その後藤堂家から奉公構えを出された人ですね。奉公構えというのは他の家に使えさせないように裏でいろいろこう圧力を加えるみたいな、まあ今もありますよね、そういうことね。そんな敬意を持っている方ですね。この方の記録が残ってるんですよ。渡辺水庵覚書というのがあって、まあ水庵はね、これ悟さんのことなんですけど、山中城に一番乗りをしたという風にね、本人の記録で残ってるんですけども、それを見るとね、攻めたルートとかもわかるんですよね。で、あと豊臣秀吉軍だとね、あれですよ、一つ柳直末さんがいますね。この方は黒田官兵衛の義理の弟さんに当たるんですよ。官兵衛の妹が奥さんでしたので、この方がね、討ち死にをしてるんですよね。で、この一つ柳直末の死を聞いて、秀吉が小田原城にも変え難い人物を失ったって嘆き悲しんだという逸話も残されてますね。ってことはですよ、約7万で4000の山中城を攻めたんですけど、実は秀吉軍もかなり兵を失ってるんですよね。なんなら大将も討ち死にしてますからね。ただこの戦いはわずか1日で半日かで終わってますね。で、山中城の城兵はことごとく討ち死にというふうに言われるんですけど、まあ何人かね、さっきの北条氏勝さんは落ち延びて玉縄城にねこもったりもしてるんですけども、ほとんどが討ち死にされたということで、で、秀吉軍も多くの城兵を失ったということで、今ね、宗閑寺というお寺があるんですけども、そこにはですね、敵味方もノーサイドだということで、まあ一つ柳直末さんとかですね、間宮泰利さんとか、山中城の戦いで亡くなった両軍のお墓がありますね。で、このお墓を建立したのは家康さんなんですよ。まあ、家康さんが建立しててお願いされたんですけどね。誰にお願いされたかというと、間宮泰利さんの娘さんですね。これは山中城の戦いの後に、娘さんは家康の側室になったっていう話があって、で、その娘さんが山中城の戦いで亡くなった方の菩提を弔いたいということで、お寺を作ったということで、宗閑寺はね、葵の御紋が使われてるんですよね。家康さんが一応建立したということになってますんでね。そんな間宮泰利さん、間宮家に関する問題でございます。小田原北条家に仕えた間宮家ですけども、末裔がしっかりといろんな場所で活躍されてまして、その中の一人が、そう、間宮というとね、間宮林蔵さんがいますね。まあ、タタール海峡と呼ばれる樺太の西側の海峡を発見して、別名で間宮海峡という名前でそのまま残されてますけども、測量で大活躍されたあのお方ですね。これ間宮一族の末裔です。そしてもう一人、同じ時代に間宮一族の末裔がいらっしゃいます。その方はオバマ藩のお医者さんの家柄の出身なんですけども、それは一体誰でしょう。まあ、まずヒントは、間宮という名字ではございません。これ武士の家はあるあるなんですけども、他に領地をもらって分家ができると、その分家の領地の名前をそのまま名字にしたりするんですよね。これはそのパターンです。で、このお医者さんというのがめちゃめちゃヒントかなと思います。教科書にももちろん登場します。では正解いきましょう。正解は杉田玄白さんでございます。意外ー。
意外ですね。間宮一族は杉田というところも土地をもらってて、その杉田を名乗った一族もいたんですよ。で、その末裔に当たるのが杉田玄白さんなんですね。で、やったことといえばターヘルアナトミアを日本語訳して解体新書として出版したお方ですね。この歴史ってやっぱそういう、そことそこが繋がってんのみたいなのが、点と点がパーンと繋がるのが楽しいとこですよね。で、山中城も大雨とかの影響で少し土塁が崩れたりっていうのもありましたけど、今徐々にね、また復興が進んでて、で、やはりね、見どころといえば、障子堀ですよね。障子堀って言葉は江戸時代の時から言葉としてはあったんですよ。ただどういうものか分かってなかったんですけども、発掘調査で、あ、こういうものがやっぱり実際あったんだっていうので分かったのがこの山中城ですね。で、障子堀は上から見たら障子に似てるからっていう風に解釈されがちなんですけども、障子っていうのはあくまでついたてという意味なので、堀の底を自由に動けないように敵がこうついたてをつけるという意味で、障子堀という風に呼ばれてますね。で、この障子堀からの富士山っていうのがね、めちゃめちゃ綺麗なんでね。で、今はね、売店にね、ワッフルが売ってんですよ。山中城の障子堀に似てるからということで、その名も障子堀ワッフルというのがね、売っておりますんで、そちらもぜひ味わっていただいて、あ、それを味わう前に障子堀ワッフルと一緒に障子堀、そして富士山でこう一緒に撮るのもいいかもしれません。以上、3月29日クイズ今日の歴史でした。今日も一日頑張れ歴史。